えい！やった！最高っす！私の妹のパルメラと、そして弟のリュウです。どうか仲良くしてくださいませ。特に、リュウは王子と同じ年頃。きっと気が合いますわ。美しき黒よ、闇より来たるねよ、汝の大いなる闇の力を開きたまえ。これは私は確かにガラリランドからやってまいりましたが、外交官ではございません。闇のグリフォトの使徒マルメロ、それが私の本当の姿ですわ。しまった、私としたことが。陛下、そやつから離れてください。サボー殿。闇のグリフォト、あらゆる生命を食らい尽くす邪悪な存在。そやつは闇の手先。サボー殿、なんて口の悪い。でも気づくのは遅かったです。それでもマルメラ殿、王子は、王子は。そんな心配も、もう必要ありませんわ。ほら、美しい闇がやってまいりましたわ。君がピエトロかい？
僕はデュー、マルメラの弟で闇のプリンスさ。もっともマルメラに騙されてこの世界に来た間抜けな王子様と一緒にしてほしくないけどね。騙された？ねえ、ここは本当にガラリランドなの？そうさ、ここがガラリランドさ。マルメラが言っていなかったかい？ねえ、パルメラ、説明してやってよ。はいはい、お待たせ。はじめまして、世界樹の向こうの世界からようこそ。天維人の乗り心地はどうだったかしら？ごめんね、マルメラ姉さんがあんたは邪魔者だって言うからこっちに送ってもらったの。グリフォト様がポポロクロイスに移る計画はね、慎重に進めたいんですって。え？ああ、この間捕まえたおじさんか。結構いい体つきしてるし、まあまあいけるんじゃない？背中がガラ空きだよ。王子、動かないでください。ゴメルさん。そいつ僕らのスパイだったんだよ。知ってた？知らなかっただろう。もう一度やるわよ。ゴメル、そいつは牢に放り込んどいてよ。そうそう、武器は危ないからついでに取り上げちゃってね。王子。
すみません。なんだかいい香りがする。どこかで。びっくりした。でもあの狼さん、一体どこから来たんだろう。どあっ！んじゃあ。一緒に来てくれるの？ありがとう、狼さん。僕はピエトロ。よろしくね。